ほんなら、足ドルフィンキックで、手がクロールね。で、ね、ドルフィンキックは小さく打ってあげてください。で、今、プルブイはめてるんで、ね、あまり大きかったりとか、足が開いたら、スポーンと抜けるんで、抜けへんようにね、今、そういう風にやってます。ね、ほんで、ドルフィンキックを打った時に、頭が上下動しないようにね。で逆に、一回一回打つ時に、頭が前に進むように。前やね。ね、上下じゃなくて前ね。進みたい方向に一回ドルフィンキック打ったらドンって進んでいくっていうような感じのイメージで、頭を前に前に動かすような感じでね。はい。ちょっとやっていってください。OK? はい。ほんで、タイミングは手を入れた時ね。手を入れた時にドルフィンキックドン。ね。反対側左手入れた時にドルフィンキックをドン。右入れた時にドルフィンキックをドンね。はい、行きまーす。よーい。はい。そうそうそう。はい、よーい。はい。そうそうそう。はい、よーい。はい。はい。はい。で、これで、胸らない、前に進むためのドルフィンキックを練習してまーす。あ、ええ感じ、ええ感じ。はい。はい。小さくね。そうそうそう、そうそうそう。あ、だいぶ、ようになったね。そう。ドン。ドン。オッケー。ええ感じやで。そう。そう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 。そうそうそう。うん。ええ感じ、ええ感じ、ええ感じ。はい。そう。ドン。ドン。ドン。そうそう。前に前に。うん。うん。うねってへんね。うん。進んでるし。うん。オッケーオッケーオッケー。オッケー。よう頑張りました。いけた。バッチシや。よっしゃ。頑張って。いって。おい。おい。オッケー。はい。オッケーでーす。